チェチェン共和国の指導者であるラムザン・カディロフ氏は、彼の支配下にある共和国の住民8万4000人をロシア・ウクライナ戦争に送り込む計画を立てています。この動員は志願制という形式で行われ、動員の枠組みによるものではないと国家抵抗センター NRC は報告しています。カディロフ氏の発言によると、チェチェンは動員を回避するためにクレムリンが課したすべての任務を果たしたとされています。NRC は、つまりこの数のテロリストが志願制で募集されたということであり、人々は彼に感謝すべきであるということだと指摘しています。さらに CNS の記事によれば、モスクワによるウクライナ侵攻が長引く中、ロシアの政治指導部は戦況の管理に苦戦しており、砲弾の餌食にする兵力が不足していると述べられています。そのため、傀儡政権は、チェチェン人やその他の少数民族を前線に送り込む、あらゆる手段をさらに強化するだろうとセンターはコメントしています。これは、プーチン大統領とその側近の狂気の思想に従うものとされています。10月初めには、カディロフ氏がチェチェンの交通違反者をウクライナ戦争に送り込む提案をしていたことが明らかになっています。この件に関して、ロシア国家会議議員アダム・デリムハノフ氏に管理を指示したとのことです。また、カディロフ氏によると、新たに2500人規模の連隊がチェチェンで編成されており、違反者を前線に送るのが適切であると述べています。最近10月29日の朝にチェチェンの特殊部隊大学がドローンの攻撃を受けました。この攻撃の後、建物内で火災が発生しました。その後、カディロフの特殊部隊大学への攻撃を裏付ける衛星画像が公開されました。11月2日の夜、一時的に占領下にあるクリミア半島の複数地域で爆発音が確認されました。特にジャンコイ周辺では、ロシア軍が防空システムを稼働させたと、テレグラムチャンネルクリミアの風が報じています。報告によると、爆発音は午前1時ごろ、ジャンコイ地区及びクラースノペレコプスク地区で最初に発生しました。さらに SNS 上の情報では、これらの地域で合計9回の爆発音が確認されたと伝えられています。その後、ジャンコイでロシアの防空システムが作動したとの情報もあり、続いてニジネゴルスキー地区でも爆発音が聞こえたと報告されています。ジャンコイからはロシアの防空システムによる5回の発射と3回の衝撃が建物を揺らしたとの報告がありましたと、クリミアの風は午前1時10分に述べています。また、ジャンコイ地区のアゾフスケ村付近で明るい閃光が目撃されたとの報告もありました。加えてセバストポリでは空襲警報が発令され、地元の指導者ミハエル・ラズボジャエフはテレグラムで弾道ミサイル攻撃の脅威に関する警告を発信しました。しかし午前1時30分頃、ロシア当局の代表者がセバストポリへの脅威が解除されたことを発表しました。その後、クリミアの風はサキー市周辺でも爆発音が聞こえたと報じています。クリミアでの爆発。ウクライナ防衛軍は全面侵攻開始以来、ロシア軍の軍事力を弱体化させるための攻撃を通じて、ロシアの軍事設備や兵器を標的にし、ロジスティクスを妨害してきました。例えば、10月28日の夜には、ジャンコイ、フバルディースケ、及びシンフェロポリ地区でも爆発が発生したと報告されています。さらに、10月24日の夜には、セバストポリ、バラクラバ、ベルベク、かっこロシアの飛行場がある地域でも爆発音が確認されました。10月7日には、占領下のクリミアで爆発が発生し、
ベルベク飛行場で火災が起こったとされています。また、先月初め10月7日には、ウクライナ防衛軍の攻撃により、クリミア最大の石油ターミナルであるフェオドシアの施設が燃え、約1週間にわたり火災が続き、石油タンクが相次いで爆発したとのことです。ゼレンスキー氏、米英独を名指し批判。北朝鮮兵派遣、見ているだけ。北朝鮮のロシアへの派兵について、ウクライナのゼレンスキー大統領は1日、自身の SNS を更新し、米国も英国もドイツも見ているだけだと批判した。北朝鮮兵がウクライナ国境に迫る中、強い対応を取らない米欧に対し、苛立ちを募らせている。ロシア国内の北朝鮮兵の存在について、ウクライナのほか、米国や韓国、北大西洋条約機構 NATO が確認している。A 国防省も1日に、約1万人がロシア国内にいる。一部はすでにウクライナ軍が越境作戦を展開するクルスク州に配置されたと指摘した。ゼレンスキー氏は、北朝鮮兵がいるすべての訓練所を把握していると主張。機会さえあれば予防的に攻撃することもできるがパートナー国次第だと訴えた。米国や英国はウクライナに提供した長射程の兵器についてロシア領内に深く入った目標に使うことを認めていない。ゼレンスキー氏はロシアとウクライナの戦争の拡大を防ぎたいと願うならただ見ているだけではなく行動しなければならないと強調。戦争のエスカレーション、激化と拡大は許されないという言葉と行動を一致させる必要があると語った。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアに派兵されている北朝鮮軍の部隊について、長距離攻撃の手段があれば先制攻撃ができるだろうと主張しました。ゼレンスキー大統領は1日、SNS で何千人もの北朝鮮兵士が、ウクライナ国境付近で戦う準備をしていると指摘し、北朝鮮兵士がロシアのどこに集結しているかは分かっていると述べました。その上で、もし長距離攻撃の手段があれば先制攻撃も可能だが、アメリカ、イギリス、ドイツは北朝鮮がウクライナ人を標的にするための準備をするのをただ見ているだけだと訴えました。また、ゼレンスキー大統領は、北朝鮮のロシア派兵に干渉しないなどとする中国に対して、本当に戦争終結を主張するならば行動しなければいけないと牽制しました。米国務長官、数日内に北朝鮮兵とウクライナ軍が戦闘、軍事目標になると警告。ブリンケン米国務長官は10月31日、ウクライナ侵略を続けるロシアに派遣された北朝鮮兵が数日以内にウクライナ軍との戦闘に投入されるとの見方を示した。ワシントンで開いた米韓外務防衛閣僚会議2+25の共同記者会見で述べた。ウクライナのゼレンスキー大統領も北朝鮮兵とウクライナ軍との交戦が数日内に起きるとの認識を示しており、ロシアのウクライナ侵略は新たな局面に入る。ブリンケン氏は、ロシアに北朝鮮兵約1万人が派遣され、うち8000人がウクライナと国境を接する西部クルスクにいると説明。ロシアが砲撃や無人機の運用など、基本的な歩兵訓練を北朝鮮兵士に実施しており、近く前線に投入される可能性を指摘した。投入されれば北朝鮮兵は軍事目標になると警告した。ゼレンスキー氏は31日放送の韓国 KBS テレビのインタビューで、北朝鮮兵は戦闘参加の準備をしていると語った。戦闘では北朝鮮兵がロシア兵よりも前面に押し出される可能性を指摘し、多数の犠牲者が出るとの見方も示した。米国は北朝鮮の派兵などをめぐり、中国と高官協議を実施。ブリンケン氏は会見で、
北朝鮮の動きを抑えるため中国に影響力を行使するよう伝えたことを明らかにした。またブリンケン氏は北朝鮮が派兵の見返りとしてロシアから技術供与などの軍事支援を受けることへの懸念を表明。北朝鮮の軍事力強化は地域を大きく不安定化させるもので中国にとっても懸念になるとし、中国に対応を促した。北朝鮮の派兵、ゼレンスキー大統領、プーチンは反応を見ている。ロシアのクリミア併合引き合い。ウクライナのオロディミル・ゼレンスキー大統領は10月31日 X 旧ツイッターへの投稿で、ロシアに派遣された北朝鮮兵が近くウクライナとの戦闘に投入されるとの見通しを示し、国際社会に早急な対応を呼びかけた。ゼレンスキー氏は北朝鮮兵の一部がロシア西部クルスク州で戦闘準備に当たっていると明らかにし、これは二国、ロ朝対一国、ウクライナの戦争だと強調した。2014年にロシアがクリミアを一方的に併合した際、世界的な反応はほとんどなかったと指摘し、今日の北朝鮮の関与も同様だと不満をにじませた。プーチンロシア大統領は、西側諸国や北大西洋条約機構、韓国を試し反応を注視している。反応が弱ければウクライナに派遣される外国兵の数は増えるだろうと訴え、各国に対応を求めた。北朝鮮軍が実戦経験を積むことはアジアの安全保障にも影響を及ぼすと指摘し、韓国からの軍事支援や情報共有に期待を示した。中国の沈黙に驚いている。日本と韓国が中国に働きかけることは北朝鮮の侵略に対抗する上で不可欠だと述べ、中国が北朝鮮への影響力を行使するよう訴えた。これに対し、中国外務省の林志遠副報道局長は1日の記者会見で、中国は両国、ロ朝の交流や協力の具体的状況を把握していないと反論した。